現役 AV 女優が教える撮影の実態。以前もですね、はい、AV 撮影の裏事情ということで動画撮らせていただいたんですけれども、うん、前回、投稿したその動画がですね、なんと40万回再生ということでですね、非常に多くの方に見ていただきました。男性からすると、うん、まあ、その AV の撮影の裏側とか、まあ、そういった部分はですね、まあ、非常に興味が高いです。はい、今回も深掘りして AV 撮影の実態っていうのをちょっと聞いていければなと思います。一つ目の質問です。陰陽の現場で実際どんな感じなんですか？飲んでますね。おしっこ飲めますか？本当に水がなければ死ぬ。私もちょっと飲んだことはないんですけども、はい、もっぱら飲ませる方の役はやったことありますけど、サプリ飲んでたりすると、はい、ビタミン C が特に黄色いものに変わりますよね、はいはい、匂いもビタミン C の匂いが漂います。わかります、わかります。どんなお味やどんな色のものでも飲む男優さんは飲んでますね、うん、なるほど。飲料があるとしたら、はい、撮影前前日からその水しか飲まないとか、その辺はやっぱり気にされるんですか？そのできれば綺麗なものを飲んでもらいたいと思うんですけど、どんな味がするのかわからないですね。そこはやっぱ気使うんですね。では色もちょっとやたら黄色かったりとかすると、はい、ちょっと絵的にどうなのかなと思って、自分の時にはなるべくお水を飲んでっていう感じなんですけれども、でもよく飲めるなと思って感心します。相当な量出る時あるんですよ。我慢してるので、はいはいはい、トイレに行かずにやっぱり出せた方が絵的にいいので、浴びるじゃないですか、はい、で飲むじゃないですか、うん、でそれで一回そのシーンはカットになるんですか？いえ、もう浴びたままそのまま続けていくんですね。はい、続きますね。なるほど、なるほど、はい、まあ、私たちが直接舐めることはないですけれども、そのかかったものに関しては、うん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 、でもやっぱりなんか最後キスシーンがあったりすると味わうことはあります、はい。自分のものなんですね。では次にですね、まあ、いわゆる知る男優ですね、はい、がいる、まあ、現場っていうのはどんな感じなのか、どこにこう誰がいるのかみたいな、そういうの一番多い時に、はい、100人体育館に集められたことありますね。すごい。それが知る男部屋っていうお部屋になったので、はい、まあ、女優は女優部屋があって、男性と女優は一緒になることがなくて、うん、外出別なんですけれども、はい、すごい部活臭ですかね、あの男性の汗臭さみたいなものを感じましたね。体育館100人もすごい圧倒的な感じ。普段も一軒家のスタジオだったりマンションスタジオだったりするとお部屋がそんなに広くないので、小さいお部屋にぎゅうぎゅうに入れられてる場合とかもありますね。もともと交通費しか出なかったりお弁当出ないみたいなので、はい、趣味なのかな。まあでもそうですよね、それを仕事としてっていうか、もうその知る男優参加したいから、そうですね、そこに行くわけですもんね、はい、なので普通にスーツでいらっしゃって、うん、お仕事を休憩中ですかみたいな、ワンシーンだけに出て帰る方もいるので、初めてやってみてよ、ちょっと応募してみてよ、それ。それって応募、募集があるわけです、うん、プロダクションとかで。いえ、プロダクションはなくて、知るの親が、親分みたいな人がいますね、集めてる人。じゃあそこにこう繋がれれば、繋がれれば自分も知る男優して出れるということですね、はい、まあ、もちろんいきなり絡み男優さんにはなれないので、どんなに会社でお偉い方でもポジションある方でも最初下汁から始まるので。なるほどなるほど、そんな目指してなかったんですけど、ちょっとやってみたいですね。会賃で出せなくてしょんぼりして帰った人もいましたけど。会賃が、会賃2回目。会賃はメインの絡んでる男優さんの代わりで、はい、それはどういうシーンでその会賃になるんですか？男優さんが1日に例えば息子役だとして、はい、息子が3回出すっていう、若いから出せるでしょうみたいなシーンなんですけど、はい、実際3回出せないんですよ、はい、そんなにっていう時に声だけ男優さんは言うんですけど、はいはいはい、こっちに男優さんいてこっちに実際いるのはそこで差し替え。ああ、そうなんですね。AV 見てると声がなんかおかしい時ってありますよね。声がその画面のこのこっちから出てないなって感じがする時があるんですよ。よくわかります。全然気づいたことないです。そうなんです。カエチンさんも結構プレッシャーがあって行きそうとか行くとか、はい、指の合図をしてるんですよ、映ってないところ、はいはいはい、それに合わせて男優さんがその声を出してるんですね。だからこのつながりがうまくないと、うん、知る男優から会賃男優になることもあるってことですか？主に知るさんです、それやってるのが。あ、そうなんですね、はい、顔も映らないんでここだけなので、はい、来てます、その枠で来てる、はい、なるほど。それこそだから一人しかいないので会が、はい、そこで出せなかったら、うん、メインの男優さんも大変なの で、 そうです、ね、一度でも見たことあります。プレッシャーに負けてメンタル弱い知るさんが出せずに後ずさりして帰ってきました。すいませんって。数多くいる知る男優の中でもその人は会賃という地位に立っているわけですよ ね、 そ、 すね、それでできなかったってなると、まあ、また降格しちゃうわけですよね。そうですよね、きっとね、大変な世界ですね。
ですね、はい、本当に、うん、ちょっとてっぺん目指してみましょうじゃあ次にですね、はい、中出し物の8割が偽物の精子というのは本当でしょうか、はい、中出し物の全てが疑似です。10割と、はい、中出し物って結局ゴムをしてない、はいはい、生で出してるってことになるので、うん、それは一切やってないです、うん、AV の撮影現場は全てゴムありで、それはマキさんじゃなくて他の AV 女優さん、もちろんです、あ、全部そう、はい、全員です。 100%、 はい、ゴムしてます。なるほど。で、付いてて、で、はい、まあ、中出しというふうに見せている場合には疑似精子というものを使ってます。 AD さんが一生懸命作ってます。ローションと練乳とか白いものを入れたり、あとは卵の白身とちょっと黄色くするためにコーヒーちょっと入れたりとか、それを作ってる。それは中出し物にあるわけですよね。舌状とか言って舌の上ですね、うん、口内って言ったら口の中ですね、はいはいはい、に発射をする時に使います、ね、はいはい、あ、それが本物の場合はもちろんあるんですけども、はい、なかなか出なかったとかいう時にスポイト発射っていうものがあります、ね、はいはい、干潮みたいなもののスポイトにギュッと入れて、はいはい、それを握ってビュッて出す。あ、一緒に握るわけですね、はい、なるほどなるほど、すごい技術ですねそうですね、それも失敗するときあって、はいはいはい、そしたらもう一回やり直しなんですけど、そんな裏側がある、スポイトが見えちゃったりするとね。あ、はいはいはい、それは初めて知りましたね。その中に入れたりもしますね。そして出して顔にかけるとか、はいはい、DVD のパッケージの撮影の時に本物をかけるわけにはいかないので、その時はその疑似精子なんですね。顔にかかってるところを写真を撮るのに1時間ぐらいかかったりとか、体にこうつけて、でそのポーズをして1時間ぐらい撮影をして表紙が決まるんですけど、それ用に自由に足したり減らしたりもできるし、濃さも変えられるので垂れない程度の濃いものとか作って、美術ですね。美術。そうですね。本当そうですね。基本 100% もう中出しはないということで、はい、もう実際にあの見ている精子もまあ結構疑似精子の可能割合も結構多いということですね。はい、では次にですね、青缶って本当にやっているの？はい、数年前からちょっと外で撮影することが禁じられているので、禁止なんですね。そうですね。なるほど、はい、あのできなくなりましたね。山奥に行って人気のいないところに行って、うん、森の中でしたりします。それ今でも大丈夫ですか？あ、まあ森の中であれば。本当に昔はあのその近くの、はい、ビルの屋上の駐車場とかでゲリラでやってたりしましたけど、本当に車と車の間で、はい、駐車場のスペースで、でも何かやってればもう奥のオフィスビルから見えるところとかでやってましたよ最近はそういうのはないってわけですね、はい、一切それができなくなったので、グランドのあるスタジオとかもグランドでできなくなったりして、はいはい、厳しくなりましたね、はい、実際青缶、はい、あります。あるんですね、はい、では次にですね、童貞者は本当に童貞なんでしょうか、うん、本当の時代もありました。童貞君募集って言って、はい、あの募集して、でも事後報告なのでその人の人生見てきてないから、はい、本当かどうかって、うん、やっぱり自己死の動きとか言葉とか目線とかでちょっと分かるしかなくて、はい、本当に童貞君もいましたし、全然違うなっていう人もたくさん経験してるな、それはもう牧さんから見ても分かるわけです。分かりますね。動き、あと他のメーカーさんで見かけたことあるなみたいな他のメーカーの童貞者出てたよねっていう人もいますね。もう童貞じゃないよねっていう人もいますね最近はどうなんですかね、この童貞者に関して。童貞君に見える人を呼んできて、シルさんの中でそういう役をやる人もいます。やっぱ目線が入ったりもするので、今あまり素人さんともしちゃいけないみたいな現場で、なんかそういうルールができてしまったみたいで、あんまり募集してるとこないです、ね、今こうやって話を聞いてると、結構昔と比べて今ってなんか結構そういうルール的な部分っていうのは厳しいものですか。もともと厳しいところもありますけど、さらに厳しくなってるところもありますね。モザイクの濃さも、薄モザが流行った時代もありますし、はいはい、まあ、今はやっぱり濃いっていうのもありますし、雑誌の付録についてた DVD はもっと濃かったですし、目を細めても見えませんよ。いや、一時期すごいモザイクって薄くなりましたよね。あの時も良かったんですけど ね、 ね、あの時代は80年代がめちゃくちゃでかくて、2000年ぐらいにすごい細かく薄くなったんですよね、はい、でまた濃くなってますよね。そうですね、そういうのもありますね。現場でやっぱり見学したいっていうお声もあるんですけど、あの公然わいせつ罪になるので現場には呼べないんですよね。なるほど。あの私たちがこう裸になってこうやってる行為をお見せしますっていうのを商売みたいにしてしまうことがダメ、はいはいはい、なので、はいはいはい、やっぱり皆さん見る機会がないから、はい、モザイクの向こう側の世界になるし、なるほどね、はいはい、現場の裏話を知りたいっていうお声はよくあります。そうですね、だからこそこんなに裏側の、ねね、企画が再生回数が伸びるんでしょうね。モザイクの向こう側いいですね、うん最後にですね、はい、一つ男優さんに口説かれることはありますか。この
あの業界は狭いので、あのタブーなんですね。なんか女優と男優が付き合うとか結婚するとか、 なんかそういうことも本当はタブーなんですけど、たくさんそういうカップルもいます。最初の頃とか、あと知る男優さんでそういうことをしてはいけないって知らなくて、なんか気に入った女優さんがいるとなんか手紙渡してきたりとか、そういうことはありました私も、はい。そこで実際つながることとか、まあ、実際に結婚してる男優女優もいれば、女優と監督さんだとかヘアメイクさんと監督さんだとかっていうご夫婦もいたりするので、うん、そういう意味では社内恋愛じゃないですけど、職場恋愛、職場結婚みたいなものにもなるんでしょうけども、はいはい、まあ、実際それが続いてる人もいれば、仕事を辞めて、うん、あの専業主婦になった途端男優の旦那さんが朝出かけていくと、うん、人とセックスすることが仕事なので、うん、それを許せなくなるという方もいて、離婚するっていう方もいましたね。仕事とは家ってことですね。そうですね、うん。今回もですね、ちょっと撮影の裏側実態ということでですね、またあの非常に面白いお話がたくさん聞きました。モザイクの向こう側、視聴者の皆さんも一つ知ることができたんじゃないでしょうか。この動画面白かったという方、ぜひチャンネル登録、そしていいねボタンもぜひよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。クリニックにご覧いただければ、僕が全部担当します。お気軽にお問い合わせください。チャンネル登録、いいねボタンもぜひお願いします。